このコーナーは、毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、および障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。パラリンピック水泳代表の木村慶一です。木村慶一、1990年、滋賀県生まれの24歳。小学4年生から水泳を始め、 2008年、高校3年生で北京パラリンピックに出場。2012年、ロンドン大会では、100メートル平泳ぎで銀メダル。100メートルバタフライで銅メダルを獲得。開会式の騎手も務めた。1歳の時、先天性の病気のため、視力を失った木村。小学校から地元滋賀にある特別支援学校の寄宿舎に入った。4年生から水泳を始めたが、そのきっかけは、 水泳を最初に始めたのは滋賀県の特別支援学校の近くにあるスイミングスクールの方に通い始めましてもともとは母親の勧すすめだったんですけれども、まあ、全く見えてない中で運動好きだったのでいろいろとぶつかったりして怪我が多かったというふうに聞いてるんですけどそれで、まあ、プールの中だったら思う存分目いっぱい体を動かせるんじゃないかなというふうに母親が考えて盲学校の近くのスイミングスクールに通わせてくれたのが、はい、始まりです。 木村は父親の強い勧めもあり、小学校を卒業すると上京。東京の筑波大学附属資格特別支援学校に入学した。ここで木村は迷わず水泳部に入部した。ま泳げましたし、一応は。まあ、スポーツはしたいと思ってましたので、なんとなく水泳部で。あと、その時に入った寄宿舎の同じ部屋だった先輩も水泳部だったので、これはまあ話が早いなと思って水泳部に入部しました。 この水泳部で木村は彼の人生を大きく変える恩師に出会うパラリンピックメダリストたちを多数育てた寺西雅人コーチであるあの寺西先生に最初に声をかけていただいたのは中学校1年生も終わりがけの頃3月とか2月頃で、まあ、寺西コーチの方が何、まあ、か思うものがあったみたいで一緒に高校生と一緒に練習してみないかというふうに その,の中学校1年生の終わり頃に声をかけてくださったのが始まりですね刺激しかなかったんですけどまあ皆さん泳ぐのも早いですしなかなかその盲学校という超人数の世界で生きてると先輩後輩との上下関係というのもそれほどまあ厳しくないものなんですけれども、まあ、水泳部の中ではすごく厳しくありましたしそういう人間関係も そこで学ばせてもらったなと思ってます寺西コーチはパラ水泳日本代表のコーチも兼ねていた木村は中学2年生の時に初めて代表合宿に誘われ参加した合宿に参加することになった経緯は何ですかね断れなかったというか寺西コーチの方が話を ま、進めてくださって、その当時は本当毎日毎日、もただただこなしていくので精一杯でしたね。メダリストたちと一緒に泳ぐことで、意識は自然と世界に向いていった。2005年、中学3年生になった木村は、19歳以下が参加する国際試合、世界ユース選手権大会にチーム最年少で出場。一人で、金、銀、銅、すべてのメダルを獲得する大活躍を見せた。 まあ、一つ自分がこう世界で戦えたという一つの自信になったのが一番大きかったのと、あとはまあその国際舞台に出ていくことでのもっと上を目指したいという新しい水泳の楽しみみたいなのをあの発見できたなと思います。木村は高校に進むとますます水泳一色の生活に。2008年17歳で 北京パラリンピックへの出場権を勝ち取った2008年北京パラリンピック当時17歳の高校3年生全競技を通じて日本代表最年少だった木村は初めて世界最高の舞台に立った初めてのパラリンピックは、まあ、気付いたら終わってたという感じでしたねそれも完成の大きさとかも全然違いますしメディアの人たちからの 注目のされ方も違いますし日本で応援してくれてる人の数も全然違いますから、まあ、その全部の規模が自分の中で経験したものをはるかに超えていてもちろんプレッシャーはあったんですけれどもそれ以上に毎日毎日を過ごしていくので精一杯だったと思いますそんな中北京では嬉しい出来事も9月生まれの木村は 大会期間中に18歳の誕生日を迎えた。400メートル10月で予選落ちした日ですね。<laughs> あの選手村でお祝いしていただきました、ね。チームの中にもう一人9月11日生まれの方がいらっしゃったので一緒だにったんですけど、選手団の他のメンバーにお祝いしてもらえるというのはまたそのチームの一体感みたいなのを感じることもできましたし、すごく嬉しかったです、ね。北京パラリンピックで木村は5種目に出場。 最も苦手にしていた100メートル自由形で自己ベストを更新、5位に入賞した。普段は厳しい寺西コーチが、この時珍しく木村を褒めてくれたという。お前、すごいな。その目には涙が浮かんでいた。寺西先生が多分その時、初めて香川褒めてくださったんですけど、思ってた以上の記録が伸びて、それまでよりも5秒ぐらい速くなって突然、 でその大記録というかまあ自分の中ですけど大記録にまずびっくりしたのとそれが大舞台で発揮できたっていうところに、まあ、中学校から指導してくれてた先生の思いがあったのかなというのとあとは一つ僕が他の先輩たちと違ったかなと思うのは 僕の水泳を一から作ってくれたのがもうほとんど寺西先生なんですよね。一応スイミングスクールで四 a 方までは泳げるようになってはいましたけれども、競泳というものを一から教えてくれたのは寺西先生でしたし、そこら辺が少しあの他の先輩とは違うところがあったのかなというのは思いますね。鬼コーチ、寺西を泣かせた木村の目覚ましい成長ぶり。 筑波大学付属、資格特別支援学校の高等部を卒業した木村は、日本大学分離学部に進学。水泳サークルに入部し、健常者の学生と同じ環境で練習することになった。高校生の時というのは、ほとんど最後の方は寺西コーチと1対1で泳いでいることが多かったので、 だいぶ孤独な競技生活を送っていたんですけれどもそのサークルに入ることでたくさんの仲間と一緒に練習できるっていうのがまず大きな刺激の一つでしたそれからまあ健常者と一緒に泳ぐということでやっぱり自分よりは全然早い人たちばっかりの中ででも水泳が大好きな仲間が集まってますのでその水泳の話で熱く盛り上がれるというか、えー、自分の知らない世界をたくさん教えてもらえたということであのー、本当に 楽しく競技ができたなと思います。北京から4年後の2012年、今度こそメダルを。決意を胸に、木村は次なる舞台、ロンドンへ向かった。2012年、ロンドンパラリンピック。木村にとっては2度目の大舞台。開会式では、日本選手団の旗手を務めた。周囲から大きな期待がかかる中、どんな思いで臨んだのか。 ロンドンの時は、今まで感じたことのないプレッシャーを感じましたね。まあ2回目だったということももちろんありますし、その奇襲をさせてもらったということもありますので、何としてもメダルを取りたいっていう思いしかなかったですね。その前回が入賞で自己ベストということで、まあその時持っていた力は全部はっきりきたかなと思いましたけれども、その後水泳を続けたのはパラリンピックでメダルを取るためでしかなかったですし、そのためだけに4年間やってきたと思ってましたので、 メダルを何色でもいいし、何の種目でもいいし、どんな手を使ってでもいいから何としても欲しかったという感じです。木村は北京の時と同じ5種目に出場。中でも一番力を入れていたのが50メートル自由形だった。大会前の世界ランキングは3位。最もメダルに近い種目だった。メダルの自信はなかったですね。自信はなかったですけれども、 思いは強かったです。この種目にかける思いというのは強かったです。5 0ル種目ですのであ,の、まあ他の種目とは違って瞬、えー、発力スプリント力が求められますのでウェイトトレーニングも取り入れましたし泳ぎの中でのパワー系のトレーニングというのも取り入れてやってました最初の種目1 0 0ル自由形は5位入賞本命の5 0ル自由形に向けていい流れだったが レース当日に異変が起こる 50m 自由形のレース当日は今まで感じたことのないほどの強い緊張とプレッシャーに襲われまして朝食もちゃんと食べられなかったですし体中の震えとかしびれとかっていうのをすごく感じまして周りの選手たちがみんなとても強いとても自分では勝てないような あの雰囲気を出しているような気がしてしまって、まあ、スタート前から負けてたかなという感じはしますね。プレッシャーに押しつぶされ、結果は5位、ロンドンを目指してやってきたこの4年間はなんだったのか、続く100メートル平泳ぎ、木村はあえて前日練習に出ず、開き直って決勝に臨んだ。 本当はもう日本に帰りたかったんですよ。あと3種目残ってはいましたけど、応援に来てくれてた仲間とか親も、もう帰国してしまってましたし、ただ、出るからには泳がなきゃいけないみたいなのはありましたので、いい意味ではリラックスしてというか、気持ちよく泳いでいたと思いますね。開き直ってました。はい。ところが結果は、自己ベストを2秒も上回り、まさかの銀メダル。 さらに、100メートルバタフライでも銅メダル。木村は、一人で二つの勲章を手にしたのである。ロンドンで得たものは何だったのかロンドン大会を通して得たことは、選手としては、メンタルの強さというものを上げていかないといけないなというふうなことを改めて感じたということ。それから、 まあその結果を出すにあたっては、4年間一緒に練習をしてきた大学のサークルの仲間たちの存在というのを欠かせないので、彼らへの感謝というのが、強く心に残ってます来年のリオ大会で目指すのは当然、まだだ取っていないな金メダルだリオに向けての目標は、もうただ一つ、金メダルを取ることだけです。 そのために、まあ、大学3年生からウェイトトレーニングのみの指導を受けていた野口コーチの方に、今は水泳の泳ぐ方のトレーニングの方の指導もお願いしまして、週10回マンツーマンで、みっちりとトレーニングを見てもらっていますので、練習の質量ともに上げてきています木村は日本大学を卒業後、東京ガスに所属理想的なバックアップ体制を敷いてもらっているという。 基本的には勤務というよりは、練習、競技に専念することというふうな契約内容にしていただいて、えー、リオデジャネイロパラリンピックに向けて、金メダルに向けてのサポートをいただいている形です。昨年秋、木村は韓国インチョンで行われたアジアパラ競技大会に日本代表のキャプテンとして出場。期待に応え、4冠を獲得した。リオに向けての手応えは アジア大会での結果というのは、4冠というのはまあ良かったんですけれども、記録の方がそれほど良い,いものではなかったですし、僕の同じ全盲の障害で一番強い選手は中国の選手なんですけれども、この前のアジア大会には出場していなかったので、この結果に満足している場合ではないなというふうなことは思いました。7月にイギリスのグラスゴーというところで世界選手権があるんですけれども、 まず、ここで優勝すると、あの、リオジャネネロパラリンピックの出場権をいただけるということで、おそらく各国ともに力を入れてくるだろうと思われますし、まあ、これこそパラリンピックの前哨戦として一番大事な試合になるかなと思ってます。選手として活躍する一方、木村はパラリンピック出場経験者による日本パラリンピアンズ協会の理事を務めている。 24歳の若さで、あえてこの役職を引き受けた理由は理由は僕はよくわからないんですけど、それは僕は先輩の河合淳一さんの方からお話をいただきまして、皆さんは各地に講演活動に行かれて、あのパラリンピックの普及を行ったりですとか、まあ選手のさらなる競技環境の向上なんかに尽力されてますけれども、私は特に何もしてないです。今後は、 自分もそういった活動には積極的に取り組んでいきたいと思いますし、まあ、自分が今まで、まあ、これからもですけれども、このパラリンピックというものにあの支えてきてもらって、育ててきてもらったということへの恩返しも、そういう形でできればなと思っています。5年後、東京パラリンピックが開催される。その時、木村はちょうど30歳。選手としては、リオのことで頭がいっぱいというが、 パラリンピアンズ協会のの理事としてはどうなのか大会を見に来てくれる、えー、日本の人たちの数ですとか、えーまあ、障害者スポーツをスポーツとして捉えて見てくれるファンの方々そういう人たちを増やすには、まあ、パラリンピックというものを知ってもらう魅力を伝えるというのはもちろんですし魅力を伝えるために一番何が必要かっていうとやっぱり。 選手自身が強くなきゃいけないと思うんですよね。そのスポーツである以上は、えー、まあ僕は水泳ですから、早く泳ぐ必要があると思うので、そこをもっともっと極めて、競技レベルを上げていかないと、スポーツとしての魅力がなかなか出てこないかなと思ってます。木村には、競技前や練習の際によく聴く曲があるという。曲は、まあ、気分によっていろいろ、 変わるんですけれどもグリーンの道とかはよく聞いてますねこれはロンドンのパラリンピックの前によく聞いてましたね気分転換に映画を見るのも好きだという頭の中で情景を思い浮かべるのが楽しいそうだ特にお気に入りの作品は映画は好きなので特にジブリの作品は好きなのではい、ラピュタとか 千千と千尋なんかよく見てますすね紅の豚も結構好きです、ね、ジブリ作品のまあ世界観とか夢があるなというふうなものを強く感じますねジブリの作品って年齢によって感じるものが違うなと最近思ってて小学校上がる前ぐらいからずっとジブリは好きなんですけどな何回見ても なんとなく違う感想を持つんですよね。今この年24になってみても。小学校の時と今とでなんか感じるものが違うなっていうふうなことを感じて、その一本の <laughs> あのアニメに凝縮されている世界観って多分ものすごい大きいのだろうなっていうふうなことを思いますね。それはもちろんその年齢によっても変わってきますし、 多分見る人によっても変わってくるし、いやー、ジブリ作品は偉大だな <laughs> と思ってます。あのー、まあその中から一曲選ぶかなとなると、ラピューターのエンディングテーマ、君を乗せてをよく聞いてます。木村に競技以外の夢、目標を聞いてみた。まだ全然漠然としてはいるんですけれども、 自分を育ててくれたこのパラリンピックとか水泳とかっていうものには携わっていきたいなと思いますし今後そういうふうなものを目指していく人たちがいればその活動に携われればなというふうに思ってます木村にとってパラ水泳とはその魅力は何なのか自分が今まで水泳をしてきたっていうものが、まあ、自分の 人生の自信になっているといいますか、自分自身を作ってくれている、自分自身を表現してくれている、まあ、アイデンティティみたいなものになっているかなと思います。パラスイエの魅力としては、まあ、自分は視覚障害ですし、他にもいろんな障害を持った選手たちが泳いでますけれども、ある意味、障害があっても、その部分が使えなくても、これだけ早く泳げるんだなっていうふうなことを、あの、見せることができる、 人間の可能性ってこんなに大きいんだなっていうふうなことを表現することができるところがパラ水泳まあパラ水泳というかパラリンピック種目の一番の魅力かなと思いますその人間の可能性って本当に無限だなというふうに思いますし、まあ、世界の選手たちから見てれば、まあ、手がない足がない動かない中でそれだけ、えー、他の部位を使えば早く泳げるんだなっていうようなことを表現してくれるので それはすごく面白いところだなと思います